政府は今後10年間の防衛の在り方を示す防衛計画の大綱を閣議決定しました。キーワードは多次元統合防衛力です。防衛大綱では冒頭、陸海空という従来の区分から完全に脱却し、全ての領域を横断的に連携させる必要があると謳っています。国家間の争いが SNS を使った世論操作やサイバー攻撃などこれまでと違った時代に入っているため、宇宙やサイバー空間などの防衛力と陸海空の防衛力を常に組み合わせて使う多次元統合防衛力が必要だとしています。具体的には宇宙領域専門部隊を創設、またサイバー部隊を強化して相手の情報通信を妨害する能力を持つことなどが主な課題として挙げられています。また装備面では護衛艦いずもを改修して垂直着陸できるステルス戦闘機 F-35B を搭載する空母化も盛り込まれました。中国による軍事拡大の懸念を前に、自衛隊はこれまで控えてきた能力を持つことになります。